緊張してます。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。別に戦争に行くわけじゃないです。これからご案内しますけど、今あの心境はどうですか？いや、すごい楽しみです。おしゃれできました、ね。そんなことないですよ。なんかいつもよりにやけてませんか？それ言っちゃう。ちょっと見て。こんなよ。なんかすごい緊張しちゃいますね。緊張してます。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハキハキしてた。はいだ。お久しぶりですか？世界陸上の時。世界陸上。私はもうテレビにいつも。僕もテレビいつも見てます。私ももうすごい楽しみにしてみんなに言いふらしてきたんです。僕もなんです。内緒にしてきました。じゃあリードして。はい。ここですか？あれですか？外ん？どうぞ。あ、すいません。お願いします。
写真できたら見てください。はい、わかりました。ちょっと逆光だけどいいかな。嬉しいですね。早くしろよ。幸せに乾杯。そんなキザなことよく言う。いただきます。あー、おいしい。これあのプレゼントなんですけど、これも袋を使ってください。どうもありがとうございます。袋で汚いですけど、これもそれも前掛け取ってよ。土俵にしてんだよ。ありがとうございます。これそれでお母さんにあげてください。あ、うちのですか。いやすいません。すごい喜ぶと思います。ちょっとじゃあ私もあのなんかの写真の時にあのハンティングワールドのバッグ持ってたのをちょろっと見たんで、これあのどうぞ。ありがとうございます。あとあの写真集も入ってます。すいません。どうもすいません。ありがとうございます。嬉しい。もう一つは上着ですか。あ、すごい可愛い。これ私ですか。そうですね。わあ、どうもありがとうございます。はい。すごいあの仲がいいから色違えてもいいですか。いや、喧嘩よくするんですよ。そうです。なんか巡業とかに行くときに。ありがとうございます。なんか、お手紙までいいんですか。すみません。あ、お手紙。いいだろう。ダメだよ。お、すごい。うわ。ありがとうございます。ショルダーバッグになってるんですけど。すみません。ありがとうございます。何入れようかな。あ、船長が。いらっしゃいませ。船長の田村と申します。本日はあの本船バンティアン号にご乗船をいただきまして本当にありがとうございます。バンティアン号です。バンティアン、はい、あ、わずか2時間の航海ですけども、どうぞごゆっくりと。どうもありがとうございます。いただきます。いただきましょう。ロボットみたいな。ロボコップかなと思って何語って聞き直してもよく分かんないから。いつもすごいいっぱい食べます。やっぱ普通にしてるよ。食べます。でもお相撲さんの中ではあまり食べないんですけど、二人とも。そうですね、食べますよ。いつもどれぐらい食べますか。私すごい食べますよ。そうですか。何が一番好きですか。日本料理が和食ですね。寿司とかね。一緒だね。僕も和食が好きなんですよ。若月は何てお名前ですか。いや、若月高月です。若月高月さん。いや、硬いですよね。もっと呼んでほしい名前が。いや、十分です。ありがとうございます。何言ってんの。こうちゃんでいいんだよ。こうちゃん。こうちゃん怒られたりして。じゃあ僕なんて言ってね。リエちゃんで。暑いな。僕の立場なんだろう。え、でも本当みんななんて呼び合ったりするんですか。そうですね、若花関の若を取って若関と、僕は高だから高関って呼ばれてます。じゃあその通りですね、はい、そんなこと言う部屋では、うん、あとはコージーとかマサルとか呼んで
呼ばれます、名前で。やっぱり負けた日とかってすごい不機嫌なんですか皆さん。そんなことはないですけどね、あんまり外には出さないようにしてますけど、やっぱり自分の中では悔しいですからね不機嫌ですね痛いですか負けた時ですか。そうですね、ものすごい見に行った時にものすごい音を、バチバチバチとか倒れた時とかすごい音するから。でもそうですよね、プロですよね。そうですね、痛いのあんまり感じないですね。緊張しますかやっぱり。緊張します、もうガチガチです。これ本当にザリガニなのかな。これは何ですか。これはトリュフが入りました。フォアグラというのは。これレクルギス、ザリガニになります。あほら拍手やっぱりザリガニ。ザリガニでしょ。ザリガニだよね、よく家の近くで見たもん。ちゃんこっていろんな種類あるんですか。そうですね、お相撲さんの食事のことちゃんこって言うんですよ。ですから鍋があるとちゃんこ鍋になるんですけど。そうなんですか、カレーライス、カレーでもちゃんこ、ちゃんこです。ハンバーグでもちゃんこになっちゃうんです、お相撲さんが作ると。そうなんですか。でも鍋が主人公になって毎食出てきます。あ、はい、それをちゃんこ鍋って言うんですけど、なかなか美味しいと思いますけど。朝早く食べるんですか。いえ、朝と昼一緒なんですよ。稽古終わった後にご飯を食べるって。美味しいんですよね、ちゃんこ。ちゃんこ今度食べに来てください。いいんですか、お稽古でも見に。本当に、ちょっと汗臭いのいますけど、でも本当に見に行ってもいいんですか。来てください、いらしてください。みんな喜んじゃいますね中平の人飛び上がっちゃいますよ稽古でも見に来てください。本当に、はい、多分稽古しないでみんな見てるから、じゃあ今度ぜひ、今度来てください。中野区にあります。はい、行きます。丸の内線の中野新橋の駅の近くですか。あ、そうなんですか。徒歩4、5分です。電車では行けないと。そうですね青梅街道から入っていただいて。でもすごい人なんじゃないですか。いや、そんなことないですよ。あ、でもリエちゃんが来たら大変でしょうね。そうです、大丈夫です、ボディーガードたくさんいますから。そうです、はい、ちょっと大きすぎます、ね、お相撲さん40人いますから、みんな囲います。40人もいる。40人います。サインってめんどくさいでしょ。そうですね。でも私すっごい簡単なんです。あ、でもね、誰に書いたなんちゃんとしてるいつもやっぱり適当。持ってますよ。どんなやつ。これなんかお化けかなんか書いてある。お化けじゃない、私のトレードマークのやつあれショック。お化けじゃないですか。あ、そうなんですよね。ちょっと私のつもりなんですけど。ひどいな。すみません。それちょっと言い過ぎですね。いや、いいです。申し訳ない。失礼だよ。お化けなんて。お化けじゃないよ。なんていうんですか。え、私の顔のつもりなんです。はあ。そっくりですね。ひどい。ね、はあ、ああ、いやそっくりです、はあ、似てますよ。そうですか、はあ、じゃあ絵でも、絵なんか描いてもらおう。お願いしますおばきゅうでも何でもいいです。絵はちょっと描けないんですけど。絵はね、字は上手いんですよ。絵描いてくださいね。え、何しようかな。絵じゃ、あ、すみません。これしか描けない。ドラえもん。ドラえもん。ドラえもん好きなんですか。ドラえもんは小さい頃から好きでした。ドラえもんのポケットの中で何が一番好きですか。どこでもドアどこでもドアかな。私もどこでもドア。あれがあったら、あれがあったらどこでも行けますもんね。いつもそう思いますよ。すごい左手は何ですか。ちゃんとしてるの書きますよ。そうですか。これはまだこれちゃんとしてないんですか。ちょっとこれやばいですよ。わ
カハナダの絵カハナダ関の絵これ何ですか？自分の顔ですね。何ですか？あ、似てるって全然似てないよ。ありがとうございます。どうもありがとうございます。あ、でもすごい嬉しい。ドラえもん、どうもありがとうございます。え、羨ましいだろうな、若鷹不安。すみませんね、若鷹不安。いいじゃん、すみませんね。俺ら殺されるからね。だあ、私なんても夜道気をつけよう。ボディーガード増やそう。ちょっと。ダメだこれ。不安に刺されるぞ。大丈夫。どうにかして逃げるから。俺の手握んないでくれる？すいません。これ。いいですよ。いや、年上ですから。はい、じゃあ撮ります。実際ちょっと本当に力入れすぎた感じでやってみてください。なんかゲームセンターにあるお相撲さんの手本物っすかこれ。あ、そっか。ちょっとこの間取り付けたんですけど、そこでちょっと100円か1000円入れてください。はい、チリン。はい、今日残った。勝つんだよ、ゲームセンターの。弱いです。ピー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 って。それでまず、お、何だっけ、何クリアするんです。今、小結び。小結び、小結び、このじゃ次何？関は関分け。小結び関分け。大関横綱。大関横綱。おー、関分け。だん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 。大関、大関まだ行ったことないからダメ。あ、チェックチェック。みたいな。はい、宝の歌ってください。何が入るんだろう。ラブソング入れてください。次でしょ、ラブソング。じゃあガーンと来ると思います。何、俺が歌うの。ちょっと待って、本当歌だけ。ちょっと、ね、何る。はい、お母さんです。おお、俺みんな笑わないでくださいよ。もう本当にこういうの立たなきゃダメですよ。揺れる。うまいじゃないですか。心。うまい。一つ。上手。上手。お前。ラブソングだ。だけを。これ。追いかけているよ。上手じゃないですか。おいで。照れますか。あんま言わないでください。ここへ。僕のそばに燃えるような口づけをあげる。よく家とかで踊ってるんですね、一人で。踊りが大好きな。夜を、その MC ハマーとかビデオとか大好きで見てるんですよ。歌いお前だけに千春この愛を誓う。重ねた腕のぬくもりに。あ、歌ですか。あ、どんどん行かないですよ。戸惑う二人。わーい。ドキドキしてきた。わーい。マジで歌ってよ。これ聞いた船流行りに紛れて、僕の歌が痩せ続けている。安いおもちゃみたいで君に悪い。
ひどいもんさ、生き様ぶったハンオンスの拳が受けてる。僕はそれを見ていたよ、横になって。アスカさん、アスカさん、君を浮かべる時、ソウルの呼吸が始まる。胸に息づくのは君へのランソーランソーランソー、抱き合うたびにほら欲張りになってゆく。君が思うよりも僕は君が好き。心込めて。君を描くことがソウルの渇きを潤す。心落ち着くのは君へのランソーランソーランソー、イエー。やるたびにほらまた君増えてゆく。君が思うよりも僕は君が好き。もう足ガクガクですよ、ね、はい、違う、レイちゃんですね。あ、どうしよう、緊張しちゃう。何がいいですか。あ、何でもいいです。オリビアを聞きながら。オリビアを聞きながら。オリビアを聞きながら。あ、はい。あ、じゃあ、じゃあ司会を。あ、じゃあオリビアを聞きながら、クリアスアリエルさんです。違いますね。いや、じゃあ一味下手なんですけど。どうもすいません。どうもありがとうございました。高崎も緊張しました。緊張しました。足震えてました。高崎にリラックスした。僕も緊張してません。あー、もうすごい緊張。本当に緊張。もっと上手いだけどなとか言って。カメラ落ちました。カメラ持ちました。あ、大丈夫です。すごいですね。上手ですね。そんなことないですよ。私も緊張して声を思いっきり震えちゃった。もっとくっついて。
おちょちょだなダメだなダメいやどあ、僕邪魔です上手ですね皆さん二人上手ですね上手じゃないですよいや得したねもう声震えちゃってあもうちょっと上手に歌えればよかった十分ねもう気持ち入ってましたねそんなことないですよねえそうしかもちょっとね君かーって ちょっとなんか思い出があるんですねえなんか思い出そうなっていう感じでどの思い出いつ帰ってからかってもこっち側イエーイいいだろうだまどんな思い出長い夜なんてあ、なんかどんな思い出昔だよとかいや昔の話さってそうちょっと石原裕次郎ちゃったらいいんじゃないですかいいね足長いから俺届かないのこれはビーチュースジュースですジュースですねじゃあお酒飲めるんですかじゃあ3人のまた再会を祈って幸せに乾杯ですから真面目なんで最後なんですからじゃあ何に乾杯しましょうかこれからのあの星に乾杯ちょっと通りが来てください高原さん席救いようがないですじゃあ何ですかこれからのこれからのこれからの私たちの活躍とか自分たちの活躍しかない私たちの活躍活躍を夢見て夢見て乾杯乾杯乾杯あ、未成年未成年ダメよ未成年まあジンジャーエールですこれジンジャーエールじゃないこれ今度場所頑張ります今度場所頑張ってくださいあ、どうもありがとういやこれからも頑張ってください、はい応援してますまた踊ってくださいコマーシャルで見てますあ、今度も踊ってますあ、そうですか、はい、また一緒に踊ってますアンディとかで踊ってます一緒に踊ってくれあ、いいですねあの踊ってるやつパジャマ着てあディン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 ディバイオニアねコトって言っちゃったいいランドライスコトって何いいランドライスいや、こっちも食らってきちゃうなって言ってっぽいですね、あそうですか、見てるとこう身振りしますよはぁはぁとかで髪が上がってる時ね私いや僕です僕がこうやってなんだっけまた割りしこりゅうちゃんに突っ込めるの俺らぐらいかもしれないじゃあこうやっぱ手ですねあじゃあこれしかないですねあじゃあ二人で肩組んでくれますかあいいんですかお前やめろよ手邪魔だよ本当俺お前に手やってるよどうもどうもありがとうございましたありがとうございますどうもすいませんなんか恥ずかしくなってきたすいませんどうもありがとうございました本当に楽しかったありがとうございますお疲れ様でしたどうもお疲れ様でした夜の焼肉どうぞ行ってください。お疲れ様でした。どうでした？すごい楽しかった。なんか雨がついちゃうよレンズに。なんかざっくばらにお話できたから、すっごい楽しかった。若鷹の不安、ごめんなさい。一人で楽しみましたまた会う約束したんですかうん、今度ねちゃんこをね、食べさせてもらいに行くって約束したんですじゃあね今日なんか夢見ちゃうよ、若鷹のどうもお疲れ様でした兄ちゃんの対談どうでしたいや、とても良かったです若月どうでした最高です。りゅうちゃんの印象どうですか。可愛いです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。